オアシス、オアシス、砂漠の中の安寧の地、素晴らしい文化、優しい仲間、それらが暗中の狩人による残酷な争いを忘れさせる。慎重な鳥は誘惑に負けて足を踏み出し、暗闇の中の光に触れようとした。しかし光は神の導きとは限らない。それは狡猾に揺れる狩人の瞳の光かもしれないのだ。かわいい姫君よ、物語はここまでだが、まだ狩りは終わっていない。私としては狩人たちの闘争や欲望を影から眺めたいのだがね。そして最後は皆で幕を下ろそうじゃないか。